ご視聴ありがとうございます。毎週水曜日恒例のコメント紹介です。1週間のご無沙汰でした。いかがお過ごしでしょうか。えー、現在、東京地方は気温が24度、そして雨降りということで、まあ昼間もそうでしたけれども、ここのところ、まあ、降ったり止んだり、止んだり降ったり、予報が、 当当たったり外れたり外れたたたっっりりりり外外れれというまあ梅雨後半らしくしきりに降っておりますけれども、まあ、こんなのんきなことを言ってるのは、まあ、東京関東地方の人ぐらいでなんかこの雨の被害というのはかなり大きく出ているようでいろんなニュースが入ってきておりますけれども、えー、十分お気をつけください、まあ、この雨東京地方に関しては朝方には闇雨 明日はあまり降らずまた30度ぐらいまで上がる暑い日になるでしょうという予想なんですけれどもまあこのところいろいろ予想予報もなかなか現実の方がそれを上回る変化を見せたりということもあるようでえこのあと当面は降らず暑くなるという予報ですけれどもその後また 降りそろそろ梅雨明けの声も聞くんですけれどもまだ、えー、なかなかそうはいかないかもというようなところらしいです。ということで、えー、この「梅雨明け」というのをですね、えー、用いた句をいろいろ探してみたんですけれどもこの「梅雨明け」という言葉もですねやはり割と最近 まあ、近代以降の言葉ということなのであまり古典俳句には用いられず梅雨明けを使ったものを探すと、えー、最近のものになってしまうので、えー、ちょっと視野を広げまして、まあ、梅雨というようなことで探すうちに、えーまあ、この辺かなということで選んでみたのが松尾芭蕉の句ですね。えー古 音や耳も数なる「梅の雨」というこれサムネイルの方に表記してあります2つ表記してありますが、えー、上の方に書いてある「降る雨」や「耳もすなる梅の雨」「数がひらがなで「なる」が漢字というこれを最初見た時「耳もすなる」何でしょうねということでいろいろ考えて 考えても考えても分からず耳も数なる考えても考えても分からずふと別のものを見たら下に書いてある「酸っぱくなる」という「数が「酸っぱい」という漢字で「なる」がひらがなこれなら一発で分かりました。このくらい漢字の表記の仕方というのでもう分かったり分からなかったり。 すするもんなんなですねたった17文字だからこそこのたった1字「酸っぱい」っていう字を使ってくれたら本当に分かりやすい句になるんですけれどもというこの表記の面白さというのを発見したことが今回の最大の発見と言ってもいいかもしれません。 説明によるとこれは漢文七年芭蕉24歳の時の句で「梅の雨」ということで、えー、これは5月の雨らしいんですが、まあ、今から見ると二月も前の話になってしまうんですけれども、まあ、ずれがあるからいいでしょうか。えー、とそれでまあ梅の雨だから酸っぱい耳の中が酸っぱくなるもう雨の音を聞き慣れて雨も耳の中も酸っぱくなるよというような。 24歳の若い時の句というふうに非常になんかこの「表者」には見下げられているようなま句なんですけれどもまあ若いなりの工夫と表現の面白さを狙っている句だということなんでしょうかあこの句自体よりも私はこの表記の漢字表記の違いというのが面白くて今回はこれを選んでみました。 降る音や耳も数なる梅の雨ですね。耳もすなる梅の雨ですねということで、えー、今週の一句です。そして世の中的にはまたまたいろいろ大きい小さい事件がさまざまあるようですがここはスッと飛ばしていきましょうか。まあ YouTube を見ましてもこのところまた。 朗読まだ始める人がこれから出てくるようですねというのと、まあ、すればいいんですけれどももう一つはやはり AI の進出というのが非常に目立って絵も AI 声も AI ということでもうどこにでもあるようなどっかで見たような絵にどっかで聞いたような声で何の抑揚もなく たくさんつらつらしゃべられてもなあということでまあそれも宮沢賢治とか江戸川乱歩とかこれこそ人間の声でなきゃならないというようなものを選んで機械に朗読させるそしてその機械からはま正確で安定した音声一字一句 間違いなく明確には届くんですけれども明確以外何もないという、まあ、これは人によりきりですしそういうのを求めてる人もいるかもしれないんですがこの市長の伸び具合から見るとやはりまだまだそれを受け入れるのには技術不足かなというような気もしています。 まあ、ニュースとかですねそういうのだったらいいんですよアナウンスとかそういうのはでも文学朗読にはまだまだ向かないな下手でもいいからなんか心が伝わるものであってほしいというふうに強く願っておりますそういう時が来るんでしょうか分かりませんけれどもなかなかやはりまだこの朗読ということはもっとあの次元の違うものなんですよねそのことを まあ理解してほしいなというふうに思ったりもしています。といったところで前置きはこのぐらいにして本題の方に入っていきましょうかまずはベスト10から7つのチャンネルのうちメインである DD 園のベスト10からです第10位野村古道作「早やぶさの吉佐鳥物町全州一挙」第9位「銭形平治」「いい名付けの罪」 8位野村古道短編線より殿様街道7位銭形平次青い眉前半1から56位銭形平次水車の音5位野村古道短編線より山に帰る4位銭形平次花吹雪3位銭形平次出世街道2位 新潟平通りそして DD 朗読園の1位が「野村古道短編戦」より「気まぐれ長兵衛」ということで今回のベスト10では銭形、まあ、平次しなんですけれども1位に「気まぐれ長兵衛」そして5位に「山に帰る」8位に「殿様街道」という短編集からのピックアップが 入ってきてきおりますそして10位には「はやぶさの吉佐取物帳が入っているという、まあ、この4作を除くとあとは「銭形平治ものということでのベスト点となっております。えー、11位から先「銭形平治おてんば娘」えー「稲漬けの罪」の前半、えー、見逃しの172825。28 25 許、えー、いいけの罪の後半一括見逃しの505548そして菊池寛の大衆明治史の上官全部一括、えー、そして再び銭形平次で貧富問答見逃しの30、えー、野村古道短編戦より花婿三人男見逃しの52495653 えー、大衆明治史の総集1上巻の1から4、えー、そして再び見逃し銭形平次で2945326炎の舞娘と黒奉子狼の牙敵討ち設計書き夕立の女見逃しの14、えー、言い名付けの罪の短髪があり 父の秘密、神明の手柄、そしてここに、大岡聖壇の天一望全二十一石冠。そして、再び銭形平治の見逃しで三十六、五十七、殿様街道の一、見逃しの四十四、稲付けの罪の単発、見逃しの五十一、三十二、三十一とあって。 でここまでで50位になります。ということで50位までの中には大岡聖壇の「天一望」が入ってきてますね。これは現在この第1話である「天一望全21席」が終わり第2話である「音は短七」というシリーズ、えー、途中になっております。えー、それから菊池菅の大衆名詞詩が2作入ってますね。 えー、ということで、この3作以外は全て野村古道作品で、えー、ほぼ銭形平治ですが若干短編ものであったり「えー、鳥物鳥もの」が入っているといったところで、まあ、50位ままでの元凶になります、えー。そして順位を離れまして DD 朗読園のチャンネルの現状としては、えー、野村古道作品 銭形平、えー、このところ毎日出しておりますのが「えー、中編ですね青い眉」という作品、えー、これが現在9回まで出しておりましてあと数回で完成といったところです。えー、それからもう一つの野村古道作品毎日出しておりますのが、えー、短編集からのセレクトで。 え現在「町の豪傑」という前田慶次郎にまつわる短編ですねこれもあと数回で完成ということですがその後も引き続き短編そして新しい長編も、えー、毎日出していく予定です、えー、そして、えー、順位の方でも出ましたが大岡聖壇の長編講談第2話音は短七 えー、第五回までの総集編も出まして、えー、まだまだこの後長く続いていく作品になります大岡聖壇音は短七、えー、それから吉川英二の新書大公記のシリーズ現在六分冊の十一まで来ております、えー、それと同時にこのところ新書大公記からの切り抜きセレクトで軍師竹中半兵衛の えー、総集編、えー、先日前半の4時間超えの前半を出しましてこのあと後半も同じぐらいの長さになると思いますが出すす予定ですこれで、えーまあ、約8時間超えの軍師武中半兵衛のシリーズは完了になります、えー、本編の方は6分冊以降もなおなお続いていきます。 えー、それからこのところを出しております DD 朗読園の作品としてはルイス・キャロルの翻訳菊池寛、芥川龍之介による翻訳で「アリス物語」いわゆる「不思議の国のアリス」こちらも、えー、当時の挿絵等も含めて、えー、時々お出ししながらの朗読ということで現在8回ということですで、えー、に半分以上完了し えー、あと数回残すすとところになっております、えー、といったところでコメントのご紹介作品が「銭、え、形、ー、平次の笑いだけ」に頂い,いたコメントありがとうございました、えー、それから「同じく銭形平次稲い,い名付けの罪」に頂い,いたのが「お待ちしておりました嬉しいです」というコメントいただいておりますそれから「幽霊の手紙」にもありがとうございました。 といただいております、えー、それから先ほどご紹介しましたアリス物語不思議の国のアリスにいただいたコメント鳩は木の上に巣を作っていたのだけどアリスを卵を狙った蛇と間違えてしまいますねでもキノコを持ってたからまた元のアリスに戻れて良かったです魚とカエルの門番がいるお家そこにはスープをかき混ぜる料理番。 この人の顔が大きくて怖いですねお皿まで投げてしまうこれまた怖い顔の公爵夫人赤ちゃんもちょっと可愛くない感じで泣いてばかり白猫が笑っているようで可愛いですねというコメントをいただいておりますありがとうございますこのアリスいろんなま本が出ているわけなんですけれども今回 えー、著作権フリーということになっているいわゆるパブリックドメインの挿絵をいくつか出しておりますけれども本当にインパクトの強いたった一枚でも面白いという、えー、名挿絵ですねこれを載せていますけれどもこの怖い顔をした料理番とか公爵夫人の怖い顔赤ちゃんの怖い顔 して微笑ましいチェシャネコこれはまあどう考えてもあの猫バスのモデルになっているようですねあまりこのことに深く言及しているものはまだ見てないんですけど何人かのささやきは聞いておりますけれども本当にこのチェシャネコの面白さそしてそれをおそらくリスペクトしたオマージュとしてのバス、猫バスの 面白さそしてこの公爵顔の大きい公爵夫人もですね、えー、いわゆるジブリ作品によく出てくるおばあちゃん怖いおばあちゃん、まあ、実際に身近にいたそうですけれども、まあ、そこにつながる怖いおばあちゃんのイメージがもうすでにこの挿絵の中にあってああこっから来てるのかなと思ったりもしています。 ということで非常にまあ後世に起こした影響も大きい元祖ファンタジーということでアリス物語毎回楽しく読ませていただいておりますコメントありがとうございます、えー、それからこれはチャンネル変わってイグサチャンネルにいただいたコメント、えー、ゼニガタヘイジ嘆きの菩薩にいただいたありがとうございましたというコメント 幻の民五郎にもありがとうございましたというコメントをいただいております。えー、それからこれも銭形平次ですが「お長屋五階」にいただいたコメント「この八五郎さんののんきさが大好きです。これだから銭形平次はやめられません」というコメントをいただいております。ありがとうございます。ここれ全く同感でこの,八五郎ののんきささ素晴ららしさ、まあ、初期作品から順々に 読んでいる青空文庫純烈シリーズというのを今やっておりますがこれで見ると初期はあまり八五郎をうまく使えてなくてだんだんに作者が八五郎の魅力を引き出すのがどんどんうまくなって八五郎がどんどんキャラクターが上がっていく様子が少しずつまあ読み取れてとても面白いです。最初はななんんか本当にうまく使えてていんですねそして テレビもそうですねテレビもあんまり八五郎をうまく使えてなくて、えー、どちらかといえば平時の二枚目座の方を売ってたらしく小説ではそれ以上に八五郎が楽しめるといったような印象を受けております。コメントありがとうございます、えー、それからこれは「歩く死骸」に頂い,いたコメント。 この作品は八五郎さんのお行儀の悪さでいつも大笑いさせられて大好きですというコメントもいただいておりますありがとうございますまあ野村古道作品銭形平次以外のまあ、鳥物帳も含め歴史短編ものなどたくさんこのところ読んでおりますけれどもえそういう意味では八五郎に勝るキャラクターなしということでまあ、それぞれ いろんな作品にキャラクターの工夫があったり、ストーリーの変化があったりはしますけれども、そういう意味では、平治八五郎コンビをしぐ作品にはまだ出会えてないですね。やはりそういう意味でも、野村コド作品中のある意味最高峰、最高コンビという、まあ、しかも本家である岡本喜堂・阪七取物町や、チャーロック・ホームズ・ワトソンコンビ、 をも超えたこの日本的な落語的な面白さを含めて野村古道作品改めてこのところ見直しておりますコメントたくさんありがとうございますでイグサチャンネルの方では、えー、現在野村古道作品としては短編集を一つ風流大大名というかなり昭和十七年ですので初期作品ですねの短編を出しております えー、この「風流大大名」もあと数回で終わりさらにまた短編集からのセレクトを読んでいく予定ですそしてもう一つは先ほど申しました通り「青空文庫の順列ということで29作目「江戸阿弘宮」フォー級というところまで来ておりますこの後もまだまだ続くシリーズになりますそして「イグサチャンネル」の方では「えー、森田宗平の梅園」 ですね、教え子である平塚後の来の鳥平塚春との駆け落ち神獣未遂を描いた作品なんですがまだその平塚の日の字も出てこない,、ま、長,い長すぎるプロローグを続けております。えー、新聞連載ということでこれひょっとしたらこれまでに書き溜めたものを持ってきて その中盤のところにこのこの売演事件を中盤あたりに用意している構成なのかなとも思われますが今のところは長い長いプロローグを読んでおりますさらにさらに長く続く予定ですそして長編講談清水の次郎長のシリーズそしてトーマスマンのシリーズもこの後予定しておりますそしてチャンネル変わりまして イサナチャンネルでは、現在、シン・ロビンソン、そしてジュール・ベルヌの SF、海底2万マイルこと、海底旅行ですね。えー、運の獣座の翻訳という、えー、日本のまあ、児童文学作品を読んでおります。えー、いただきましたコメント、えー、海底旅行にいただいた、これは5回目にいただいた、 コメント「輪郭暗号から振り落とされた皆さん広い太平洋で怖かったでしょう」「潜水艦に捕まって助かりましたが黒い覆面の男たち怪しいですね」というコメント頂い,いておりますありがとうございます、えー。それから遡って第4回に頂い,いたコメント「光る大きな怪物輪郭暗号体当たりしてでもいいなんて 追いかける、逃げる、三十五ノット、時速六十四キロメートルくらい。朗読お疲れ様ですというコメントもいただいております。えー、それから、遡って三回にいただいたコメント。えー、海底旅行朗読、お疲れ様でございます。アメリカ海軍省特別命令の林間暗号。相当な設備の船なのですね。船の自慢する艦長さんのお話を聞くアロン博士。 1>, 1日で2500キロメートル走るのですかクジラの森内名人カナダ人ネット準備万端ですね全員皆さんに怪物を見つけたら賞金なんて頑張れます3ヶ月かけてみんなくたびれ諦めかけた頃を光るものが現れましたねというコメントをいただいておりますありがとうございますちょっと読む順番が逆になってしまいましたけれども3、4、4 5回といただいておりますこの海底旅行海底2万マイルはまだまだ長く続く長編作品になります新ロビンソンの方はもうすでに半分以上読み終えてあと数回で完成の予定ですコメントどうもありがとうございますまあ、今回ちょっとこの怪物になぞらえてですね えーまあ、クジラ北斎がクジラを描いているんですがその北斎のクジラの絵とラッセンのイルカの月のイルカの絵があるんですがこれをミックスしたような形で新しい絵としてちょっと編集して作ってみました一応こちらの方で載せておきますのでご鑑賞いただければと思いますどちらもラッセン風北斎風ということで えー、そのものではなく、まあ、リスペクトオマージュとして新たに書かせていただきました。ということでメインの「DD 朗読園」「イグサチャンネル」「イサナチャンネル」3つについてその概況をお知らせしております、まあ。この他にも「イグスリー朗読者」「イオギチャンネル」「西オギ新生」「朗読新刊」という4つのチャンネルも他にございますが 今のところあまり活発には活動しておりませんのでこの後少しずつ出していく予定ですのでまた覗いていただければと思います。といったところで今週はこれまで、えー、この続きはまた来週来週またご視聴いただける覚悟はできていますか覚悟はできておりますというご返事をお待ちして、えー、雨の 東京からお別れしたいと思いますこの後も雨や暑さいろいろと変化ありそうですのでお体にはお気をつけてお健やかにお過ごしくださいそれではまたありがとうございました